あるんだけど。私今日お友達があるんだけど。何？じゃあテレビに映ってないよ。じゃあ一緒にさ、一緒にお友達呼ぼ。あのカリンナがお友達呼ぼ。いきなり？違うよ。何？お着替えがしたいの。お着替えは水着と一緒に水着。言わないで。なんで？そのね、実は、夏一緒に、メルちゃんとゆかちゃんとプールに行きたいから、水着を買いました。パチパチパチ拍手、拍手して。うざーい。もう一回ね、テイク2。なんと水着を買いました。上手。はい、二人で一緒に水着に着替えませんか。着替えたら、水着に着替えたら、お友達呼ばない。それはファッションショーが終わってからね。いいわよ。じゃあ着替えに行こう。いいわよ。せーの、ぴょーん。じゃじゃじゃーん。これはメルちゃんのいちごの水着セットです。じゃじゃじゃーん。メルちゃんは赤いお花のあのしましまの水着です。いいな。ゆかちゃんもあるじゃんよ、いちごの。ねえ、着よう着よう。いいわよ。じゃあお着替えするよ。パンツも脱ぐの。水着になるときパンツ履いてるんだって。始めるよ。よーい、スタート。パンツも脱ぐ？プール入るときパンツ履いてる？履いてない。履いてない？じゃあ脱いだ方がいいんじゃない？靴下も脱いでない？見て。ついてた？ついてた。じゃあパンツ履いて。下からお尻隠してね。女の子なんだからお尻隠しなさい。水着を着たらプールで遊べるの楽しそう。見て、可愛くない？可愛い。可愛いね。ちょっと待って。実は帽子もあります。ねえ、ねえお母さんやって。いいよ、おいで。待って、お座りしても待ってて。ね、ゆかちゃん、メルちゃんの着替えがあるからね。おててを水着に入れるんだよ。お花の水着持ってんの？うん。赤だね。うん。かわいいじゃん。スカートついてるよ。ほら。実は、メガネもあります。じゃあしてください。サンダルもあります。サンダルは、メルちゃんが履いちゃうよ。いいわよ。えい。ゆかちゃんは？ほら見て、メルちゃん可愛い女の子の水着が赤の女の子になっちゃったよ。じゃあメルちゃんはピンクの靴を履きます。メルちゃんってゆかちゃんだよ。あ、ゆかちゃんね。間違えちゃった。見て、可愛い。二人とも水着が似合うね。ファッションショーみたい。じゃあ次は浮き輪に空気を入れるんだって。空気を入れてみるよ。
それで。うん。ちょっと待って、持ってて。うん。うん。濡れちゃう。よしよし。はい。あ、いい感じ。でもくっつきすぎ。また明日プールに行きましょう。そうだけどお友達呼ぶんだよ。お友達も呼ぶよ。全部できるの。じゃあせーので水着に着替えたから、うん、お友達を呼んで、うん、お友達に、うん、着替えさせてあげましょう。はい。じゃあ皆さんにご挨拶をします。それでなんで言うの。それではまた見てね。バイバーイ。